国鉄 ED54 型電気機関車。ED54 型は、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道省がスイスから輸入した、直流旅客用電気機関車である。輸入当初は7000型と称した。スイスのブラウン・ボベリ社、ブラウン・ボベリ &CO、LTD、BBC 社。電装品担当と、スイスロコモティブマシンワークス社。 シュワイズリシュラコモティフンドマスチャイニーンファブリック SLM 社。機械部分担当によって1926年、大正15年に2両が製造されて輸入された。貨物機の ED12 型とは、駆動機構は異なるが、車体の基本デザインは共通の水ス性ス、電気標準スタイルであった。輸入当時、東海道本線の列車牽引に使用された。 大型主電動機の搭載によって D 型機でありながら同時期に輸入されたイギリスアメリカ製海型機をも上回る1 5 0 0ット、1時間定格出力の出力を誇り1940年昭和15年2 6 0 0ット級の EAF57 型が開発されるまでは日本で最大出力の電気機関車であった本機最大の特徴は ブフリ式と呼ばれる無双角度方式の一種を採用したことである。ブフリ式は、当時の電車、電気機関車における主流の駆動システムであった、吊り掛け駆動とは異なり、モーター、小歯車、大歯車を男性指示された、主題枠に固定し、車軸中心位置の移動に追従可能な特殊構造の歯車で動力を伝達する、イコールバネした重量が、極めて小さい方式で、 車軸の外側の動心状に設置されたお歯車には、動輪と連結される特殊な形状の歯車と、陸機構が小歯車には、円周方向に、コイルバネが組み込まれ、車輪が上下動することで受ける衝撃が、直接モーターには伝わらないように工夫されていた。ブフリ式は、軌道破壊を起こしにくく、またモーターの高速回転も可能という、後のカルダン駆動方式と、 共通するメリットを持つ優れた駆動システムであった。また、1920年代頃にスイスのメーカーで製造された感染用電気機関車のロット式、チャンツ式、クイル式、ユニバーサルジョイント式といった他の無双格動方式の駆動装置と比較して、旧来からのロット式を除けば装置は大きくなるものの最も構造が単純で丈夫であり、整備も容易であったため、 当時のスイスを中心とする欧州の鉄道では、BBC ディスクドライブ、平行カルダン駆動方式の一種や二軸ボギー台車に組み込む方式のクイル式駆動方式が大型電気機関車に使用できるようになるまで、感染用電気機関車を中心に広く普及していた。もっとも、ブフリ式駆動装置は吊り掛け駆動装置との比較において、その複雑さゆえに製造、 テ備とも高水準の精度が要求され、1920年代当時の日本の工業水準では保守するにも手に余るシステムであった。実際、輸入直後に調査のために大宮工場でギアボックスを完全分解後に再組み立てしたところ、完全に元通りに戻せなかったと伝えられている。ブフリク動はギアボックスの構造が複雑であり、 大歯車の内部機構の保守のため、これを側面に片側に露出させ、主台枠を内側大枠としたものが主流であった。このため本形式も含め、多くの部振り式機関車の車体左右は非対称となる。ギアボックスの露出している側面と、その反対側の側面、体型のスポーク車輪が露出していたとでは、外見の印象が全く異なったものとなった。車軸配置は、 一見4同軸が固定の 1D-1 に見えるが、実際は B- の3群構成で、蒸気機関車などのクラウスヘルムホルツ式台車と同様に、第1、第4動輪がそれぞれ先はと結合されて1軍をなするジャワ式台車と呼ばれるものであるが、クラウスヘルムホルツ式とは異なり、カーブで先10輪に誘導されて、主題枠に固定された第1、第4動輪が、 左右動するのではなく、動輪も先台車枠に固定されて、共に転向することにより、レールへの大圧と、動輪フランジの摩耗を軽減する構造で、動輪の転向による変異もブフリ式駆動装置で吸収していた。そのため、固定大枠の D 型機に見える外観とは裏腹に、曲線通過は容易で脱線しにくかった。1928年。 昭和3年の昭和規定改正で7000型から ED54 型へ変更となり、配属も高月機関区、沼月機関区、東京機関区と変わったものの、終始、東海道本線で使用されていたが、部振り式駆動装置のメンテナンスが困難で、しかも2両のみと少数であったために保守サイドからは、嫌われた。同時期のり掛け式、F 型をする高出力によって、 走行性能に優れ、しかも、無振り式駆動装置の恩恵で振動が少なく、乗り心地が良かったことから、導入当初の乗務員には本形式は大変に好評であった。だが、少数派であるため運用にあたる機会が少なく、乗務員が取り扱いを熟知できないうちに、メンテナンスが行き届かなくなって、不調気味となり、運行中のトラブル対処が困難になってくると、 一転して乗務員からも寄付されがちな機関車となってしまった。自然、運用頻度も激減し、6ヶ月間の走行キロ数が、わずか180キロメートル程度に止まった時期もあったという。1930年代中期以降、国産機の量産が、軌道に乗ってからは旧車となることが多くなり、末期は、大宮工場の側線に、DD10 型などと共に放置されて、後輩。 最終的には1948年、昭和23年11月に除籍れた ED542 は、廃車後も長い間大宮工場に放置されていたが、1960年代半ばに解体されている。このように2両共に廃棄処分され、残っていない。国鉄において、54の番号の付く機関車形式は、欠陥や不具合によって、 設計時の性能を発揮できない事例が多いというジンクスがあり、実例としてこの形式も取り上げられることがある。だが、本形式及び姉妹機種である ED12 型についてはその基本的な機構設計に何ら欠陥はなかった。BBCSLM のコンビは本形式と同一設計、外観、軸配置、台車構造、そして内部の視界路構成に至るまで、 ほぼ同等であるの3000系直流電気機関車を、オランダ領東インド、現、インドネシアジャカルタ郊外鉄道向けとして1924年、大正13年より納入しており、こちらでは、第二次世界大戦後のインドネシア独立後も、ブフリ式の複雑精緻な機構部を維持、整備しながら、1980年代まで長く、現役として稼働させていた。 整備すればするほど変えって不具合になったという本、形式であるが、その問題の主たる要因は、当時の鉄道省の保守技術不足であった。純道契機であるインドネシア向け3000系の運用状況から判断する限り、本形式も適切な保守さえ、可能ならば、長期使用は可能であったと考えられ、その端名は、整備工場への十分な精度を備えた、専用作機械の導入さえ、 満足に行えなかった、1960年代以前の日本の工業力の貧弱さを反映したものであった。もっとも電気機関車の国産化を意図していた鉄道省からすれば、部振り式機関車の本形式はあくまでサンプルとして輸入された多くの外国製電気、機関車の中の一形式でしかなく、当時の鉄道省が持つ技術の範囲で国産化するには困難の多すぎる車両として、 早々に見切りをつけられた存在であったとも言える。本形式に限らず、1920年代に国鉄が輸入した電気機関車で導入当初不具合を生じた事例は多い。しかし、駆動系については吊り掛け式であったが、やはり当時の最新設計を多用して製造されてイギリス製輸入電気機関車群。 ED17 型などや BBCSWS が製造した ED12 型は搭載機器の乾燥や細部の回収を行うことで実用性を改善でき、鉄道省標準の機器類を搭載して互換性を確保するともできた。これに対し本形式の不調の原因は時計のように精密なとも評された根本的な機械、装置部分の精度維持不能であって、 構造改良による改善の余地がなかった。本形式を原型のままでも使いこなしえなかった日本では、早期敗者も一面では、やむを得ない選択であった。鉄道省は、結局、急平な釣りかけ駆動方式ではあるが、はるかに構造完結で、制作も整備も容易な設計のアメリカ製電機、機関車を、国産電気機関車開発の技術ベースとした。 当時の日本の工業技術水準からすれば、そちらを選択する方が、現実にかなっていたからである。本形式は、日本の鉄道史上、部振り式電気機関車として、最初で最後の存在に終わった。以後の日本における電気機関車の駆動方式は、長きにわたって吊りかけ、式一辺倒となり、外して多様性を欠くものとなった。新方式を採用しても設計。 工作の不備などから良好な結果が得られず、結果的に従来の技術で信頼性の高い釣り掛け駆動を再び採用している。国鉄は1950年代から1960年代にかけて ED60 系、EF60 系の一次車等に採用したクイル駆動をスパイダーなからの人外侵入に伴う大歯車の変魔網。 走行中の異常振動発生といったトラブル多発で、モテし、その後は無難な、釣り掛け式への逆行を強いられている。また自重軽減の観点から大出力モーターと、カルダン駆動方式を併用した一台車一、モーター駆動の硬直流量用機関車、EEF30 系、EEF80 系も、信頼性は、必ずしも、芳しくなく、 これも単純な吊り掛け駆動の EF81 型への転換がなされた。その後も日本国有鉄道及びその民営化後の日本貨物鉄道 JR 貨物は21世紀初めの現代に至るまで電気機関車の駆動方式の主流を一貫して吊り掛け駆動方式としており VVVF 制御で交流主電動機を駆動する最新電気システムの新型機関車であっても その多くが釣り掛け駆動である。例外的に定格出力 3900kW オーバーの EF66 型で加藤釣り掛け駆動方式を EF200 型でリンク式駆動方式をそれぞれ採用したに止まっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。